前回のマインクラフトは洞窟での新生活がスタート。しかし食べ物がなくなり即帰宅。町を見つけて野菜チェスト全てを盗む。洞窟を探して歩いていると崖から落ちて全てを失う。新しい拠点はゾンビ村。楽しい冒険の始まりだ。登録。それでは今日もやっていきましょう、マインクラフト。では今日の目標を発表するね。今日の目標はダイヤモンドをゲットすること。前回もゲットしたんだけども、もっともっと数が必要ということで、今日もダイヤモンドを張り切って探しに行こう。おっと、ここは鉱山跡かな。金が結構あるな。鉱山跡だ。なんかモノレール、いや、トロッコか、トロッコが通ってた場所があるね。お、あった、あったあった。ここめちゃくちゃある、めちゃくちゃある。なにこれ、むちゃくちゃあるぞここ。やった、超ラッキー、超ラッキー。ダイヤモンド、これダイヤモンドだよね。やった、大量ゲット。これはすごい、ここすごい。よしよしよし、掘った時に下に落ちないようにちゃんと足場を確保して。おお、めちゃくちゃある、すごい。ここはすごい、ここはめちゃくちゃある。わあ、まあ、まだ下にある、下にある。やったー。これ装備品、これだいぶ作れるんじゃない。いや、これ取れるか、なんか溶岩出てきそうな。おー、シャーセーフー。やったー。もうちょっと探そうかな。やりました、すっげー手に入った。見て、15個あれば相当なもん作れそうだよ。きたー。あとは上に帰るだけか。なんかすごい蜘蛛の巣ゾーン。あー、おい、うわー、えらいなところに降りやがったな。え、でもここなんもなくない？あ、いや、なんかある。先にもなんかあるぞ。もうちょっとダイヤモンドあってもいいんだけどな。おっと、チェスト発見、チェスト発見。何がある？ん、まあまあ、種は持って帰るか。種とレール、レール全然いらないぞ。まあ、松明はちょっとありがたいね。あれ、迷った。え、どうしようどうしよう、ちょっと待って、違う道から帰れたりする？え、迷った、全然わからん。あ、これなんか上に行けそうだな。なんか、うん、どっかには繋がってそうだな。やばい、これ迷わない方法とか、なんか学ばないとダメだね。どうしても迷ってしまうな。やった、ついた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 。多分これ来た道と違う？いや、来た道か。まあまあいいや、とりあえず地上に着いた、よかった。ダイヤモンド22個もゲットしたよ。さあ、拠点まで戻ろうか。よっしゃー、村到着。ちょっとこのゾンビ村をなんとかしたいな。ここをちょっと次ぐらいでさ、復興させようか。村人ゾンビが確かいたから、それを蘇生できるんでしょ確か。蘇生をちょっと試してみようか。まあ、とりあえず。お、なんだなんだ、なになに、怖い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 、なんかいる、なんかいる、なんかいる、怖い怖い怖い。ふわーって言うた。まあ、とりあえずね、ダイヤモンドを中に入れましょう。これで安心だ。うわー、これはいかんねえ。防具全部と剣作ってしまったらば、ツルハシが作れない。ダイヤモンドが3つ足りないね。3つか2つ足りない。ちょっといかん。あと1回どっか洞窟に寄ってさ、取ってこよう。うわー、もう、あった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 。あ、でも1個か。あ、いやいやいや、ある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 。あるよ、あるよ。3つあった。よっしゃ、いや、まだまだ奥にもある、奥にもある。めちゃくちゃゲット。5個か。
5個 ?6 個だ。これで全身装備が揃うね。まあ、とりあえずもうちょっと探してから帰ろう。おっと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 。あったよ。3つか?もうちょっとあって。3つか。まあ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 。でもちょっとね、困ったことにね、帰り道が、若干わからない。ああ、こっちじゃないな。ああ、上にある!上にあるな。あれ取ってからなんとか戻ろう。いや、よかったー。着いた。来た道とは違ったけども、なんとか石を積み上げて、登ることができたね。よかったー。いや、もう今回のはね、もう絶対ダメだと思ってたけど、いけるもんだな。よし。村へ戻ります。ダイヤモンド36個。それでは念願のダイヤモンド装備作っていこうか。兜と胸あって足の靴で剣に鶴橋。いいね、これで。盾はもうあの盾しかないもんね。よしよしよし、できたできたできた。とりあえずダイヤモンドは中に収納してと。で、装備させていく。おお、いいね。この緑色になったっていうのがすごくいい。こういうことやね。あ、なんか盾もさ、変わってくれればいいんだけどね。盾は木のまんまなんだな。でもいいかいいかいいか。全然いいね。どんな感じ?おお!かっこいい!ついに念願のダイヤモンド装備ゲット!次は何をしようかな?チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました!